キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んで、キャンプ行こう、キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んで、キャンプ行こう。こんにちは、尾上裕和郎です。天気はですね、まあ、快晴とまではいきません、まあ、台風以下とまではいかないようですね。まあ、八重地に行きたかったんですけど、ちょっと台風の後なんで、まあ、用心してですね、庭でやりたいと思います。まあ、どうしてもですね、今回使いたかったテントがあるんで、そちらをこれから、張っていきたいと思います。はい、設営完了しました。結構時間かかりました。なぜかというと、テーブルとかですね、どこに置いたか分かんなくなったからですね。やっぱりバックパックにひとまとめにしておくといいですね。やっぱこのテントいいですよ。こんな感じで、ボトム一体型なんで中に虫が入ることもないですし、でこっちテーブルですね、チェアで寝床っていう感じで、まあ、ワンタッチコットですねと、グリズリーと、ユージャックのピロですね。いや、これでちょっと今日は、まあ、家の前ですけど楽しんでいきたいと思います。ちょっとしたですね、パップテントみたいな感じですよね。いや、喉が痛い。風が吹くとですね、涼しいです。直射日光が入ると暑いですけどね。さあ、ちょっとですね、あ、そっか、最初にこのダブル台風をオンにせないかね。ダブル台風つけて、で今日ですね、ちょっとご紹介したい、ものがあって、私の分身ともいえる、じゃーん、キンゴリ君を買いました。手のひらサイズ、すごい、そっくりでしょこれちょっとですね、飾っときます。ちょっと自立しないんですよね、傾いてると。キンゴリ君と一緒にちょっとキャンプ楽しみましょう。今日はまあ金じゃなくて真鍮なんですけどね。いや、もうなんかいろいろやってたらもうあっという間にもうお昼近くになっちゃいましたね。早い。やっぱりちょっとこの暑さはね、氷を使わないと。中華今何度やろうな。温度がちょっと見てみましょうか。何度？はい、ただいまの気温 29.4 度、湿度 94%、 暑いわけですね。さあ、今日もレモンサワーで、あ、30度超えたレモンサワーでちょっと乾杯しましょうかね。風はですね、結構ヒヤッとするんですよ。秋の風に変わってるんですよね。はい、それでは皆さん、お疲れ様です。ソロキャンプ最高。乾杯。ああ、うまい。なんでこんなうまいんだ、汗かいた後の酒は。ああ、効く。ああ、あー、違う。まあ家の前ですからね、限界が来たら
涼めば家だけですからね、部屋で、はい、無理せずにキャンプ楽しみたいと思います。はい、今日のお昼は久々のこちらゴールドライタン風ですね、シングルバーナーを使いたいと思います。いや、この組み立てるのがですね楽しいんですよね、このバーナーは。実はですね、今ちょっと欲しいなと思っているギアがあって、折りたたみできる、ごとくですねを実はですね、狙ってます。まあ、明日はですね、月が変わって、9月になるんで、ちょっとですね、明日ちょっと、ポチりたいなと思ってはいるんですけどね。また届いたらキャンプで使って、見たいと思います。よしよいしょ、暑さに負けず美味しいカップラーメン食べましょう。いつまで暑い日が続くんですかね。夜はですねだいぶ涼しくはなったんですけどね、やっぱ日中がまだ暑い。はい、今日食べるカップラーメンこちらです。じゃーん、はい、マルタイ高菜ラーメン、まあ、いつも食べてるやつですね。ただ今回はこれだけじゃないです、プラスアルファで、あります。はい、これだけじゃ足らないですもんね。まあ、これで何を言えるかも分かってしまうと思うんですけど、はい、それでは沸いたようなので入れたいと思います。めっちゃこぼれる。よし、はい、熱湯3分なので片面好きな自分は、2分でいきます。タイマー2分いきます。はい、できました。それではいきます。こんにちは。まだ完成じゃありません。はい、こちらにじゃん、さらにからし高菜をトッピング、しかも、からし高菜マシマシです。もう全部入れるよし、うわすごっ贅沢やな。はい、じゃあいただきます。からし高菜マシマシラーメンです。すごい、あり余るほどのこの高菜の量。いただきます。うん、バリうま。やっぱ高菜があった方がうまいっすね。うん、高菜が多ければ多いほどうまい高菜ラーメン。
マシマシ最高。そしてこの絶妙な片面がいいですね。あースープもうまい。ちょっと酸味が効いて、完食しました。ごちそうさまでした。いや最高にうまかった。やっぱマルタイラーメンもうあの神ですね、うん、ちょっとですねお昼寝したいと思います。それではおやすみなさい。あー暑い。はい、今日の3時のおやつはこちらです、丸永製菓のアイスまんじゅうですね。まあこっち久留米近いんですけど、久留米でね売られてるアイスまんじゅうです。よいしょ。ちょっとですね形が変形しちゃってますけど味は変わりませんので、いただきます。うん、うまっ。やっぱこの計算され尽くす、このですね計算され尽くされたですね、この形状ね、やっぱ違いますね味は。なんだっけ、なんかこのクリームも二重になってて、外側と内側とですね、この計算されてあるらしいです。もう昔からもう馴染み深いね、まあ、ソウルフードって言っていいアイスまんじゅう、変わらない味ですね、本当に。なんか今いろんな味が出てるらしいですけどね。いや、日陰に入ったらですね、だいぶ涼しくなりましたね。日中はめちゃくちゃ暑かったですけど、40度ぐらいなってた、うん、でも今30.2度になってますもんね。はい、完食しました。美味しかった。もう何本でも食えますねこれ。それでは今日のソロキャンプの思い出をイラストにしたいと思います。はい、できました。トマントのロッチテントでおこもりソロキャンプです。めっちゃ楽しい。はい、完成しました。じゃーん、こちらですね、黒豚飯と
カニクリームコロッケとあと味噌汁です。はい、今日は豪華です。はい、それではいただきます。さあ、黒豚飯からいただきましょうかね。うわ、湯気が出来たて。うん、うまっ、だるま、これはやばい。黒豚飯うめえ。はい、じゃあカニクリームコロッケいきます。うん、見てください、このクリームの濃厚なクリームが。あー、うまっ。うわ、めっちゃ豪華や、今日。うん、まあ、幸せ。この黒豚のこうジューシーな感じがいいですね。ちゃんとお肉も入ってるし、カニクリームコロッケも中トロトロですよ。うん、野菜も食べないとね。うん、あー、これは箸が止まらんぞ。カニクリームコロッケ一口食いです。完食しました。ごちそうさまでした。最高。めちゃくちゃうまかった。うん。はい、これからちょっと、まあ、いつもの、よいしょ、アイアンストーブですね。違う、アイロンストーブを。すぐ間違え、アイロンストーブをですね、ちょっとつけたいと思います。いや、いいですね。この石の炎を見ながら、こう、夜のですね、テント内でくつろぐ。いや、最高です。本当に。まあ一応ですね、まあこのテントなんですけど、やっぱ風通しいいですね、うん。日中は非常に風通しが良くて、結構日差しが入って暑くても、日陰になれば一気にですね、涼しくなります。ゴロッと変わる。なんで、日中は例えば、ダブルウォールにして、上からタープかけて、こう日差しをですね、遮ってキャンプする。ね。で、日が暮れたら、もうタープ外してしまっても、涼しいですんで、そうやってゆったりですね、シングルウォールで過ごす。いう感じが意外とですね、
良さそうな感じです、今回使った感じだと。で、あのやっぱこう4方向から風が入ってくるのはやっぱり違います。うん、全然違う。そしてやっぱり虫が入ってこないのがいいですね。もう全然入ってこない。常に夜なんかはですね、こう入ろう入ろうと頑張ってあのひっついてくるんで、あんまりね、出入り口ドア開けたままにすると中に入ってくるんで、その点注意が必要ですけど、メッシュの目も細かいし全然入ってこないですね。これは本当に嬉しい。特にあの夜飯食う時なんかですね、虫がいないと本当に快適ですね。やっぱりこう虫が食べ物の中に入ったり飲み物の中に入ったりっていうのもあると思うんで、この点は本当ありがたいなと思いました。うん。まああとはですね、結露ですね。どのぐらい、もう今の時点で結構出てますなんで一応タオルは持ってきたんでですね、うん、まあ一回拭いて寝ますけど、また明日結構な結露が出てそうな感じもするんで、あ、もうちょっと垂れてきましたね。ちょっと恐ろしいですけどね、それ考えると。まあそれ考えるとやっぱりダブルウォール、タープ上からかけた方がいいのかなって感じはします。うん、正直言ってですね。まあテントなんですけど、今のところはですね、ちょっと、8月下旬に一つ落ちてしまいました。はい。モビーガーデンの二人用のテントが補充されたんで、これがですね、すごいんですよ。もうダブルですね、シリコンコーティングなのに、このですね、二人用で1万3000円弱というですね、超コスパの良さ。しかも、アウトフレームっていうですね、これはですね、ちょっと、売り切れる前に買っとこうと思って、買ってしまった。うん、まあ、9月は9月で、もちろんサコに買っていいって聞いて、OK が出たら買いますけどね。うん。いやー、ちょっとですね、楽しみ届くのは。はい、それでは、ちょっと、このアイアンじゃない。すぐ間違えた。アイロンストーブの炎を見ながら、ね、ゆったりお休みをしたいと思います。それでは、おやすみなさい。また明日。20.5度、めっちゃ涼しい、まあ、肌寒いぐらいでしたね。まあインナーですね、インナーシュラフ、グリズリーでまあギリギリ寝れるぐらいの気温でした。 20.5 度。はい、今日の朝食はこの味が自慢のアンドーナツです。いや、台風10号の影響なのか、それとも南海トラフの影響なのか、パンが全然なくてサニーに売ってなくて、結局アンドーナツしか残ってなかったんで、これ買います。まあ賞味期限も長いですからね、こっちの方が。なんと11月まであります。もうキャンプの朝食はずっとこれでもいいぐらいの、賞味期限。あ、そっか、コーヒーを沸かしてない。ですね、結露ですね。皆さん気になる結露は、めちゃくちゃあります。まあ、ただですね、予知位もすごい。なんていうのかな、こうタオルで拭けば、パッパッパッてさっさと拭けばですね、ある程度結露は
なくなります。もう当たり前ですけど、で揺らさなければ、びっしり細かいのがついてる状態なんで落ちてこないですよ、ほとんど。で拭いたらですね、水玉ができてポタポタ落ちて始めるみたいな感じの結露でしたね。なのでまあ今の時期ですね、夏も終わりぐらいの時期でこれなんで、冬場は多分もっと出るんじゃないかな、もし締め切ったらですね。まあ今回はもうベンチレーター2箇所開けて、メッシュも4面開けた状態で寝ました。それで、この結露の状態って感じなんですね。なので閉めたらもっとひどいんじゃないかなって気がします、正直。なんでもし結露が心配だったら、まあ、ダブルウォールにして、寝るとかした方が、まあ、いいかなって気はしますね。で一つですね、良かったのが星を見ながら寝れたっていうのが良かったですね。こっち側の、生地を巻き上げて寝たんですけど、星が綺麗に見える、端っこで寝るとですね。なんですごくなんか幻想的な感じで寝られたのがすごく嬉しかった、それがすごい印象に残ってます。いやでも本当ですね、まあ好みは分かれますけど自分は気に入りましたね。なんていうのかな、似たテントで言ったらプロホームステッドね、系統のテント、まあネビュラとかそこら辺に近いかな、まあ一番近いのはボトム一体型のこうかもしれないですね。2つぐらいこうかな。なんで軽量でしょ、でコンパクトでしょ、でしかもほぼ完全自立型でしょ、でさらにキャノピーが作れてフルメッシュになるでしょ、なんか意外と自分の好み なんじゃないかなって気がしてきましたね、かなりですね。あら、まあいいか。あんまりお湯がなかった。まあ、意外と自分の好みのテントなんじゃないかなって気がしてきましたね、これ。車にポンって乗っけとくと意外といいかもしれんですね、コンパクトだし。はい、じゃあいただきます。結構ボロボロ落ちる系やけん、これ気をつけて。うまい。口の中の水気がなくなったり、コーヒーがうまい時期になってきましたね。寒くなるとコーヒーがうまくなる。このテント意外とツーリングとかでも使えそうですね。びっしょり濡れますけど、日陰に朝ですね、日が照らない場所にあったとしても、完全自立型、ね、ほぼ自立型なんで、こう移動ができるね。
日が照ってるところに移動して乾かして帰れる、ね、乾きが早いテントですからね。しかもナイロンなんで、この点もかなりですね自分好みな点ですね。で、あのファスナーもですね、こう開けるタイプなんで、まあ、意外とですね虫がこの中心から入ってきそうなんですけど、思ったほどですね隙間は開かないんで、雲とかも入ってこないですね。その点も嬉しい。なんか細かいとこに気が利いてるとこがいいですね。コードストッパーで、左右2点ずつですね止められたりとか、生地とメッシュを別々にコードストッパーで止められたりとか、なんかあんまりないデザインっていうのも好みですね。まあ、残念だったのがですね、雨が降らなかったこと。まあ、雨が降らなかったから星がまあ見れたんですけど、寝るときですね。でもやっぱ耐水性の実験もしたかったなって気はします。まあ夜露ぐらいは全然漏れないですね。夜露は全然漏れてきてない。なんで期待していいんじゃないかなって気はしますけどね、耐水性も。で、このランタンフックもですね、かなり重たいランタンをぶら下げてもう全然たわんだりしなかったんですよ。だからすごい、耐久性っていうか風にも耐えるんじゃないかな、意外と、ピーンと張ってますからね、すんごい、台風性なんかも気になるところですけどね。まあまだまだ、足らない分はありますけどね、実験的には。ただすごく実際使ってみてよりいいテントだなって実感するですね、キャンプでしたね今回は。それでは名残惜しいですけど、ちゃちゃっと片付けていきましょうかね。撤収完了しました。日が照ってきましたね。テントもすぐ乾くと思います。いや昨日は楽しかった。もう本当にもうテントいいテントだなって改めて思ったし、あとはね、ヒンゴリ君もデビューできたし、でカニクリームコロッケもうまかった。そして、まあ、アイロンストーブも最高、癒されました。いや本当ですね、もうソロキャンプ最高、もうこれにつきます。はい、これで、今日の母の介護も頑張れますね。英気を養えたんで、それでは、次はどのテントでキャンプしようかな、楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。